つま先とは、動物の足の先端部の指がある部分、または、足の指の先の部分のことである。英語の塔から、塔とも言う。一本一本の指に着目する場合には、足指という場合もある。人間のつま先人間の場合、つま先には手と同様に5本の指がある。医学用語としては、体の内側から第1次第5次と数字で呼び、 日本語の俗語ではしばしば手と同じく親指、人差し指、中指、薬指、小指という。一般に第一指が最も太く、第二指が最も長く、第五指が最も細くて短い。足の指は手の指に比べて非常に短く、手の指ほど自由には動かせない。対化すれば小指がなくなるとも言われている。 指の先には爪がある。日本語のつま先は本来は爪の先の意味であるが手の先については指先といいま先は足についてのみ言う。ま先は歩行の際に重要な役割を持つ。ただし第五詞は失ってもそれほど足取りに影響を及ぼさない。骨格的にはつま先には手と同様の歯骨がある。手の四骨と区別して 死骨とも言う。死骨はかかとに伸びる骨につながっている。多くの動物はつま先のみを地面に接して立っており、これを後行動物という。人間など足の裏まで地面につける動物は足裏行動物という。あとは足の指、足裏は足の裏のことである。ありがとうございます。